はい、どうもこんな番組マニオシです。マリオストーリー続きやっていきましょう。久しぶりですね。1年ぐらい前に撮ったばっかりで、で最初撮ったのが高1で、で今撮ってるのが高2です。とりあえずこの門行って、どこ行くんだっけな、なんだっけ、もう1年ぐらい前にやったばっかだから、やったばっかっていうか1年ぐらいにやってそういう気やから全然覚えてねえんだよな。ん？ちょっとあの看板みたいな、星の降る丘か。で、ここかな、探し物なのか、ちょっと待って、見せてるね、またここかな。多分ここっぽいな、なんもないか。よし、ここかな。あー、よく来ましたね、マリオ。もし探し物なら、なっちまった、こいつ消したいので、こうか。探し物なら、お、占ってほしいのな、なのであれば、テーブル越しで話しかけてくださいね。ちょっと待ってね、こう行きたいよ。お、てめえ誰だよ。僕は星の降る丘の集める、星の時計を集めてるの。たくさん集まると嬉しいな。おじさん、星のかけらを持ってるんだったらバチと交換するよ。交換しようよ。うん。なんだ、どのバチがいいかなって。ほう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 。たくさんのダメージを受けた時ほど、コインが多く出るようになる。先制攻撃。いらないかな、今んとこ。じゃあ、ちょっと。おお、クリアが。あんたが求める探し物は、華麗に占い見つけることが私の好奇の務め。きらめく星の輝きが、そのものはありかを照らすでしょう。あん。さあ、占って差し上げましょうか。おなしゃす。じゃあ、いや。いらない、いらない。どうしよっか。とりあえず上行こう。こうかな。なんかいる。よく来てくれたマリオよ。待っておったぞ。ジジイがいる。わしらは星のせい。星のせいだったか。電空の彼方にある星の国にて人々の願いを叶える仕事をしている。ほうほう。これから話すのはとても大切なことだ。どうかよく聞いてほしい。この間のことだ。クッパとその手下が星の国に突然現れてね。わしらが大切に守っていた星の国の宝、スターの杖を奪っていってしまったのだ。ほう。スターの杖はね、どんな願い事でも叶えちゃう。とっても強い力を秘めているの。昔からクッパはマリオをやっつけたいとか、ピーチ姫を手に入れたいとか、いろんなことを願っていたけど、もちろんそんなわがままは聞けるはずないもの。私たちがそんな願いをずっと認めなかったの。それをクッパの目やつめ。願いが叶わないことを知りや、自分の願いを叶えようと、スターの杖を奪いに来たのだ。今、ピーチ姫を捕らえたことと、君をやっつけたことだけで、喜んでいるみたいだ。が、もしもクッパがスターの杖にもっと悪いことを願いでもしたら、大変なことになってしまうのだよ。スターの杖を守り、楽しく使っていることが僕ら7人の星のせいの仕事なのだ。何としてもクッパの手からスターの杖を取り返して楽しい場所に戻さなければならない。そのためにはマリオ君、君の協力がどうしても必要なんだ。しかし今のあなたの力ではクッパと戦ってもおそらく勝てない。
国から7人の星の星が、星の国に集まれば、パワーアップしたクッパとでも、戦い、力を、急に、あららららら。すまない、君に話しかける力を、そろそろ使い果たすそうだ。君は我々が、すぐそばにいると思っているかもしれないが、実は今ここには いないのだ。ここから遥か遠い場所から特別な力を使って君に話しかけているんだよ。我々はクッパの足と下に立って、キノコワールドのあちこちに一人ずつ捕らえられている。マヨ君、まずは我々を探してほしい。クッパがスターの杖を取り戻し、ピーチ姫を救い出すためには、お主の力が必要なのだ。頼むよ、マリオよ。お主が来ていることを、来てくれることを、待っておる。死んだ。マリオ、おいら、思ってたようには大変なことになってるみたい。ピーチ姫は大丈夫かな？おいら、すごく心配だよ。ほう。セーブしよう。大丈夫かしら。ピーチ姫が来たか。みんなも捕まっていたし、捕まってたしか。このままじゃクッパのせいでクイーンのコワールドが大変なことになってしまうわ。なんとかしなくちゃ。誰か力になってくれた。びっくりマーク。お、クッパか。どうした？ガー。我が愛しのピーチ姫よ、ご機嫌はいかがかな。いつもか俺、いつものよ俺、周りが来るの待ってるの、うわぞ。他目も暗めような高い長い空の上じゃ、マリオもここまでは来られまいやんって。このスターの杖がある限り、キノコワールドで我が輩に勝てる者はいない。願いを叶える力も我が輩が独り占めなのだ。どうだ、すごいだろう。ヒヒヒヒなるのに、連中もさかさかしく回ってるだろうって。いい姫じゃん、今まで我らキッカーメン一族をか邪魔者扱いしておってからに。もし困ったことはあれば、ピーチ姫だけ特別に願い事を叶えてあってもよいぞ。もちろん我が輩が気に入ることだけであるがな、何か考えておくと良いのだ。ではピーチ姫、また会おう。ピーチ姫を常時おとなしくしておこうとんじゃな。ひょ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 。おお。ああ、誰かが力になってくれれば。めっちゃ棒読みじゃん。はてな。あら？さっきどんどんで聞こえたね。普通に曲がいいんだけど。こんにちは、ピーチ姫。はじめまして。僕、ティンクって言います。ティンカービルかな？あなた、星の子ね？どうしてこんなところに？ピーチ姫の願い事を聞きに、星の国からやってきたんです。はい、すいません、ちょっと。あれー、ゲームの音量とマイクの音量が全然近かったんで、ちょっと切り返し気を取り直してやっていきましょう。星はにみんなの願いを聞くのがお仕事なんですよ。私、ん？さっき私が誰かが力になってくれればって願い事をしたから。めっちゃ片言だな。そうですよ。よかった、来てくれてありがとう。もし願いを聞いてくれるのなら、大急ぎでクッパからスターの杖を取り上げてほしいの。できるからしらそれはちょっと僕の力では無理ですね。星の国では星の星様がいらっしゃればなんとかなったかもしれないんですが、ごめんなさい、僕だけでできそうな、もうちょっと簡単なことをお願いしてください。お願いします。めっちゃ酸素が欲しい。それじゃあ私をここから連れ出してくれないかしら。捕まっているお城のみんなを早く助けてあげなくちゃ。ごめんなさい、もう、それも僕の力だとても無理です。実は僕まだ空に登ったばかりで大したことできないですよ。
もっと立派な星だったらピーチ姫のお役に立ったのに、くそいいのよ、しょんぼりしないで。きっとマリオが何とかしてくれれば、マリオってとても強いんだから。うん。そうだわ、ティンク。あなたもしかしてマリオのところでいけるかしら。これはマリオに渡してほしいの。なんだいそれ。星のペンダントだ。これはラッキースターですね。幸運の星。任せてください、ピーチ姫。キノコワールドまで僕ならひとっ飛びですよ。疲れそうだな、その小ささだと。あ、ちょっと待って。マリオに伝えて。何ですか？私は大丈夫だから心配しないで、と。わかりました。しっかりお伝えしますね。ピーチ姫、すぐに帰ってきますから、待ってくださいね。ボケてのクソコラにちょっと、思い出しちゃったんだけど。ちょっと、添付するというか、画像貼り出すか。マリオ？ほう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 。で、これでもうやっと終わりと。ねえ、どこに行け？マリオが喋った。ごめんなさい、ごめんなさい。急いでいたものですから。なんだ？なんだ、君は。マリオさん？マリオさんですよね。かの有名のマリオさんですよね。よかった、やっと会えました。やった。喜びの舞。はじめまして、僕はティンクと言います。ピーチ姫のお使いでやってきました。マリオさんにお渡しするようにと、預かってきたものがあるんですよ。あった。お前ポケットねえだろ、なんも。これです、これです。どうかお受け取り、お受け取りください。めっちゃ簡単。ラッキースターもらった。星の形のペンダント、持っているとアクションコマンドが使える。おぉ、いいじゃん。それは、ピーチ姫から預かったラッキースターです。それがあれば、バトルでアクションコマンドを使えるようになるんですよ。よろしければ、僕はアクションコマンドについて説明しましょうか。多分知ってる。いらねえ。いいえ。大事な説明ですよ。やっぱり説明しましょうか。いいえ。さすがマリオさん、僕が説明するまでもありませんね。マリオさんがアクションコマンドの使いこなしは、まさに鬼に金棒です。すごいや。これでますますかっこよく決められそうです。見つけたぞー。誰？あ、カメックだ。え、まさか、僕、後をつけられたんでしょうか？バーカーめー。ダジャレ？お前を追っておけば、きっとマリオの元に行けると思ってたのだー。ここでマリオをやっつけてるから、手から滑ってる俺のものだららららしてて、かまべこばばれ放火すれば出たら褒めてもらえるのだー。行くぞー。経験値豊富そう。じゃあ行きましょう。ジャンプ。どうせ、タイミングよくボタンを押せば、なんかできるだろうって。物知り行こう。敵一体の特徴を教えてくれて、HP を見えるようになる。カメック。カメックだよ。魔法杖を、魔法や杖を使ってくるんだ。最大 HP8 で攻撃力は3、防御力、防御力は0だ。魔法の攻撃がきついから油断もできないよ。おぉ、なるほど。痛いな。ハンマーってできるっけ？持ったっけ？スティックを引いて、星が、赤い星になった時に放そう。なるほど。そんなだな。何もしない。あー、間違えた！やばい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 。ちょっといい。ジャンプで、よいしょっと。あれ？ちょ。マリオで、クリオで、やって、ちょっと。タイミング合わねえな。やばい。おー、やった。タイミング合った。よし。あー、タイミング合わねえ。なんでだ。よし。早すぎたのかな？それとも遅すぎたのか？お、来た。11、15。スターポイントか。よし。よかった。やった、マリオさん、とっても強いですね。これならきっと、クッパだって倒しちゃいますよね。ちょっと煽ってくるな。僕はそろそろピーチ姫のところに戻ります。僕は何もできないですけど、せめてマリオさんの活躍をピーチ姫にお渡しします。それではマリオさん、また来ますね。バイバーイ。うん。
あ、はよ帰る。戻ってくんなし。ごめんなさい、ピーチ姫からの伝言を忘れていました。私は大丈夫だから心配しないでと言っており、おられました。でもきっとピーチ姫さんは本当は心細いはずですよ。僕ピーチ姫やマリオさんのお役に立ててるように頑張ります。だからマリオさんも一刻も早くピーチ姫を助けてく、助け出してくださいね。これ全然読めてねえな。やべえな。あいつビューンと飛んでったね。クッパ城に戻るなんて勇気あるよな。さあマリオ、オイラたちも張り切っていこう。今週も世界征服。てて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 。ああ間違えた。てててて。普通に吉田くんのモノマネができるからすごいよな。ちゃんと行きたい。よし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 。多分時間めっちゃかかるだろうから、あ、マリオさん、そこの屋根がくるくる回っている家に住んでるディアールさんがマリオさんを探していましたよ。もしマリオさんを見かけたら家に来るように言っといてくれって頼まれたんです。ちょうどマリオさんを探そうかと思ったのでグッドタイミングでした。でもディアールさんが誰かを家に呼ぶなんて珍しいですね。あの人ちょっと変わり者だから普段家を訪ねてもなかなか出てきてくれないんですよ。ほーん。じゃあちょっとセーブして、何分経ったんだっけ。7分プラス何分とかというか、うーん、一旦区切るか。次回デアールさんに会う、乞うご期待、バイデウ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価お願いします。ではバイデー。